助け。はい。お願いします。いよいよ県予選まで1週間です。昨日のミーティングで決まった登録メンバー10名を発表します。浩平。はい。浩大。はい。高谷。はい。春樹。はい。浩太。はい。亮太。はい。翼。はい。達。はい。祐介。はい。レオ。はい。以上10名です。おります。気をつけ。はい。ありがとうございました。レオ、お前あったな。3年になる前にメンバー入れたやん。おう、めっちゃ嬉しい。まあ、ホッとしちゃっておこうかな。このためにこの高校来たけんな。お前も次頑張れよ。絶対いけるって。うわ、上から目線やん。美咲ちゃん、美咲ちゃん。はい。美咲ちゃん、東京の高校大変やろ。友達おらんのちゃん。もうこっちもんてき。あんたに都会は似合わんのに。おばあちゃん、勝手に決めつけるのやめてよ。私、田舎なんて何もないところに住めないもん。あれ、早川？早川美咲じゃよな。なんでお前何しよん？え、片山くん、久しぶり。元気してた？私が転校して以来じゃない？うん、てかめっちゃ久しぶりやよな。なんでここにおるん？うん、夏休みだし、おばあちゃんの体調がちょっと悪そうだったから、昨日お母さんと一緒にこっち帰ってきたとこ。片山くんはちっとも変わってないね。ほっとけや。お前なんか喋り方も東京弁になっとうけん調子狂うわ。そうかな。もう向こうに転校して3年になるし、すぐには話し方戻んなくて。へえ、じゃあ向こうの生活にも慣れてうまくやってきとんやな。まあ片山くんこそ陸上は駅伝のメンバーには慣れた？まあもう卒業も近いし駅伝のメンバーくらいなれるって。すごい、おめでとう。そういえば県大会そろそろじゃなかった？まだもうしばらくこっちにいるから応援行くね。でもおばあちゃん見たげなあかんやろ。このために帰ってきたんやし。うん、ありがとう。でもおばあちゃん思ったより全然元気だったの。美咲の顔見たらすっかり元気になったって。そうなん？よかったな。ありがとう、絶対応援行くけん。アホやな俺。ごめん、実は。っていうか、美咲のおばあちゃんが危篤なんやって。ほんま？姉さん、ほんまによかったな。危篤や言うて聞いとったもんやけん、どうしようどうしよう思いよって気ばっかり焦っとったんよ。何にもできんと。ほんまごめんよ、心配かけて。母さんが急に悪になった時はほんまどないにしようかと思いよったんやけど、おかげさまでびっくりするぐらい元気になってな。よかった、美咲ちゃんも一段と綺麗になったな。いや何よ、この子ばあちゃんが病院に運ばれてからずっと泣きっぱなしでな、うん、お見舞いに来てくれた方にもいっちょも挨拶せんと。まだまだ子供でよ。そんなん言うたっておばあちゃんが倒れたらな、びっくりするでな。あ、そうじゃ、ちから美咲ちゃんをアイフライ連れてってあげたらどんな家？ちょ、やめてよ母さん。美咲ちゃん、最近ね、アイフラでミマからアイスが食べれるんじゃ。はよ、はよ連れてってあげない。お、チカだ、チカだやないか。土井先生、お久しぶりです。去年の宮城で以来やな。お前、
お母さんから出来たはずれて結構へこんでるって聞いてたのに。こんにちは。チカだ。またえらいべっぴんさん連れて。なんや、彼女か。やめてくださいよ先生、そんなんちゃうすから。ほら、早川ですよ。教え子の顔忘れたんですか。美咲か。なんや、えらい嫉妬してたから全然気づかんかったわ。すまんすまん。へえ、こっち帰ってきてたんや。やでな、やっぱ東京の高校生はちゃうな。まあ、そうだよ。ご注文はお決まりでしょうか。そしたら俺はミモカライスにしようや。じゃあ私もミモカライスで。はい、かしこまりました。中身と何ですか。中身と着替えや。お待たせしました、ミモカライスでございます。おお、来た来た。ほな、早食べ早食べな、溶けるわ。はい、いただきます。いただきます。あ、辛い。でも冷たくて美味しい。このアイス結構うまいだろ。今小の授業でな、ミモカラをネット販売したり、そのミモカラを使って商品開発したりしようよ。美味しい。それもまあ気概があるってことかな。え、先生、さっきから気概気概って何ですか。ほな、それ食べ終わったらちょっと散歩に付き合え。宇田先生では二人とも地元やから知ってるよな。はい、幕末から明治にかけて火事が起こった時に燃え移るのを防ぐために、この辺りの商家が作った防火のための壁だったって聞かされましたけど。確かに防火が目的ではあるけど、ほら見てみ、その壁の上に装飾が施された立派な本瓦が載せられてるやろ。それにその壁自体も分厚い重厚な作りで、しっかりと漆喰が塗り込まれてる。これだけのもん作るには相当費用がかかったやろうし、こんなん見てたら防火だけでなく、その当時繁栄していた商人たちの心意気が感じられるやないか。まあこれは三重といえば三重なんやけど、明治時代の徳島って全国重大都市にランクインするぐらいの町だったって知ってるか。本当ですか。あ、そしてその時の経済を支えていたんが当時の藍商人だったんや。藍を大阪とかに流通させて大儲けしとったんやな。それだけはないぞ。この辺りの幕末の勤労の志士たちは全国各地で商売していたおかげで、情報通になっていた藍商人たちから多くの情報や資金援助をもらって京都や江戸で活躍してたらしい。それだけ世の中の主役張ってた。それはもはや見栄というより気概、プライドってものになる。要するに中身のギュッと詰まった見栄は誇りや心意気を伝えるものとして、こんな風に現代まで残され語り継がれるんやな。先生、それって何気にきついっす。つまりそれは僕たちに中身がない。当たり前じゃ。そんなお前らまだまだこれから中身作っていく人間やないか。いや、その若さこそが中身って言った方がいいかもしれん。そやからさっき食べた妙な商品の取り組みもそうやけど、とりあえずその若さを生かしていろんなことにチャレンジしていくことこそが中身なんとちゃうかい。なんか自分たちの生まれたこの町って実はすごかったんですね。田舎田舎って勝手に引き目感じてたけど、ちょっと見方変わりました。まあ確かにその当時の賑やかさはない閑静な町になってるからな。まあでもその勢いを取り戻そうと頑張ってる人たちもいるから、また今度デートがてら訪ねてみたらいい。いや、デート違うんすけど。違う違う。こんにちは。こんにちは。いらっしゃい。土井先生からお伺いしてました。すごい、ほんと綺麗だね。実はこの前おばあちゃんから聞いたんやけど、美咲っていう私の名前どういう意味か知っとるかえって聞かれて、美しく咲く意味ちゃうのって答えたら、それもあるけどもう一つ、美咲の実は美馬の実で、美馬に咲く蘭のような上品な女の人になってほしいってお母さんの願いもあって付けられたんじゃだって。それ名前負けしとんじゃん。もう片山くんマジひどい。こちらにあるお花なんですけれども、
これが社長が高校時代からずっと研究してきたシンビジウムというお花になります。その中にですね、こういった愛子様という品種があるんですけれども、この名前の由来というのは愛子様ご生誕の時を記念して名付けられたお花になります。なんかやる気出てきたね。やっぱり中身と危害がないとダメやね。うん、あのさ、うん、実は俺お前に嘘ついとんよ。前駅伝のメンバーに入ったって言うたやん。あれほんま違うんよ。でなかなかほんまのこと言い出せんかって。ほんまごめんな、かっこ悪いやろ。片山くん、私知ってたよ。実は私も片山くんに言えんかったことがあって。え、どうしたん？あんな、私ほんまは東京に馴染めてないんよ。誕生日にもメール一件も来んかったし、でもなんか田舎ってダサいなとか思ってて、こっちの友達と連絡もほとんど取ってなくて、でどうしたらいいんかわからんかって。大丈夫なんか？大丈夫。今日片山くんといろんな人の話を聞いてほんまにやる気が出てきたんよ。将来のこともすっごい楽しみになってきた。片山くんはこれからどうするん？もちろん駅伝頑張るよ。でもまあそれは自分のためだけじゃないんよ。どういうこと？ほら俺らの学校ってもう少しで佐田光工業と一緒になるやん。でもそれはそれで楽しみなんやけど、最後に美馬商業として勝ちたいし、名前も記録も残しときたい。そっか。それで卒業したらどうすんの？俺前から地元好きやからここに残りたいし、この辺ってでも働くところないやん。けど自分からなんか始めたらええやんって思ってきた。うん、まあすぐには無理かもしれへんよ。とりあえず県外出て勉強してお金貯めてから地元に戻ってなんか始めてもいいしな。うわ、兄さんかっこよろしやすな。てお前誰やねん。そういうお前は東京でどう頑張っちゃうわけ？変な東京弁やめて。私はとりあえず東京でもっと自分磨いて、蘭の花みたいにいい女になって、お金持ちのイケメン捕まえて。って嘘。私決めたの。東京でこの美馬市のいいとこをみんなに知ってもらおうって。そのためにどんなことができるか考えるね。だから片山くん、この美馬市の情報私に送ってくれる？ああ、任しとけ。それで将来的には私もここに帰ってくるわ。え、本気で言うてんの？うん、だって私は美馬に咲く女、美咲やもん。美咲。